ええー。いや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 、それは。<ー>よろしく頼むぞ。三。さあ、あ、いきなりいるの。これ。これが元カノでしょいや、この設定がもうすでに面白いよね。 タイトルの。うん。水戸くんとゆめさん。ああ、お母さんうん。あお母さんに対する態度は、ってことはあれかお互いのことはやっぱ言わないのかなこの両親とかには。うーん。本が好き。うーん。 まあけど、<laughs> そういうしかないよね。はいって。<laughs> いや知ったらびっくりするだろうな <laughs> いや、そこはうなずくしかないでしょう。うん。ああけど、なんかいきなり最初から二人がいると思わなかったよ。なんか出会うとこから始まるのかと思ったけど。ん昔付き合ってたとき。 クソオタク。うん。えマニア <laughs> 何のマニアやっぱ本なの。さあ、来ました。うん。ああ、お父さんいるね。元カップルは呼びたくない。うん。呼びたくない。名前を呼びたくないってこと何んで、両親の前では、うん。やっぱ普通の家族だ。 いや、全然やれてないけど。<laughs> ねうん。それ普通の再婚でもさ、ハードル高いだろうね。いや、けどそれが、<laughs> いや、この設定マジできつい。<laughs> 気まずすぎるよ。ガチで考えたら。うん。なんだ。あー。 まあ、お互いにいい人なのはね。うん。いや、この二人もどうなっていくのかな、この後。もう本当の家族としての形を目指していくのか。やっぱ、なんかお互いに惹かれ始めちゃうのか。もしくはもう実は惹かれ合ってるのか。いや、バチバチですよ、ね。<laughs> 気づいて <laughs>。ああ、すげえ、本の量。 ああ、この子ほんと好きなんだね。ラノベ読んでるけど。ラノベじゃないかな。うん。ああ、来たんだ。限界の先 <laughs> タイトル通りとセリフ <laughs>。うーん。ってことはこれは他の呼び方って言ったら、 お姉ちゃんかお兄ちゃんかとかそういうことうん。うん。ふさわしい。あやっぱり。で、こうやって言ってくるってことは、あれなんだ。年上うん。それとも同い年だけど、うん。うん。逆 いや、お互い付き合ってたのはそれくらいわかるだろう。どういうことうん。うん。そうね。うん。これをこの子が言ってるってことは、おうん。じゃあお姉ちゃんじゃん。うん。もう間違いないんじゃないのうん。 え同じなの <laughs> 紛らわしい、この話するのに。ああ、時間ああ、時間が早いのか。また1、2分の差なのかな生まれた差も。うん。うん。ちょっとしか進まないんじゃないうん。<laughs> 30分。えへへ。 けど30分でマウント取られてもな <laughs>、それはちょっと納得いかないかもね。この二人の関係上。うん。あ、そうなんだ。今逆じゃない多分。うん。んうん、ねそうだよね。 え <laughs> もう、いや、そんな話どうでもよくて、これどうすんのよ <laughs>。ええ、もうお互い上になりたいんだろうなーうーん。で、名前でお互い呼び合ってる方がよくないなんか、逆にお姉ちゃんとかお兄ちゃんって呼ばれた方がゾワゾワしそうだけど <laughs>。元彼元彼ノに <laughs>。うん。はい。 ゲーム、うんうんどうするうんなんだお父さんとお母さんがいるうんうんえ ギリの兄弟らしからの言動それはもともとその付き合ってた頃のような言動ってことなのかなうーん。じゃあ結構長いよあれじゃん。ゲームになるじゃん。うん。え、そうなのはあ。うん。いっ 一回の負けにつき一度だけえ一度だけああ、じゃあこれをずっとやり合ってくって物語になるのかななんか、お兄ちゃんなったりお姉ちゃんなったりするってことしかも別に両親がいる前じゃなくてもあれなのか。うん。早速なんか仕掛けてきてんのかな うん、何全然わからない。え <laughs> 死なるコンセプトうん。えへへ、そういうことなのそれってなんかすごく理想的な兄弟像が描けるわけじゃないいつでも。え、そんなんでいいの <laughs> うん、まあ、そこで勝ち分けつけるためにやってんだろうけどさ。 一回で決めりゃいいのに <laughs>。パンドラの箱何があんのえエロ本薄い本それとも本がいっぱいあるし、なんか書いてんのかな自分で。うん。え <laughs>、しかもピンポイントに狙われてますけど <laughs>。あ、なんだうん。いや、これなんか狙ってるんじゃない うん。仕掛け返したんだろうね。今日なんか兄弟っぽくなくないんゲームやめるのそういう流れかと思ってたんだけど。うん。え <laughs> やっぱ続けんのああ、仕掛けたんだ、やっぱ。ああ、で、負けなのね。 確かに、これさ、自分だってほら、兄弟じゃなかったよ。今の感じ。<laughs> もう、すごいグレーだと思うけどな <laughs> うん。呼び方あお兄ちゃんってこと好きな風に好きな風にって何え、何が起こるの まあ,あ、やっぱお兄ちゃん <laughs> もう、さらっと言えばいいのに。そんな言い方したら、しかもドキッとしてるし。うん。うん。うん。あ <laughs> そんなこと言っちゃう。それでカチンと来てまたあれなんじゃないおああ。おー いや、けど今のもアウトなんじゃないのね。うん、これはどうなの <laughs> なんかすぐ判定する目で見ちゃうな。ああ譲ってあげたのかなえ <laughs> くそう、兄ちゃん <laughs>。はあ。なんかああいうことができたらあれだけどね、嫌がれる要素じゃない気がするけどね。 いや、どうして別れちゃったんだろう。うーん。同じ学校に通うのか。いや、これからどんなあれになるんだろうね。うーん。いいど。うーん。いや、これ友達とかもいるのかなすでにお互いの。で急にあれだよね。兄弟できたらさ、またそこら辺もなんかちょっかい出してきて面白そう。 へへへうん高校デビューああ確かにさっきあの両親とかだがゲームの説明の時にしてた時の絵がちょっとねネクラな感じだったもんねえ必殺の武器 うん。なんだろう、必殺の武器って。一年七組。すごいでかい学校。えなんかめっちゃ人集まってるじゃん。あ、なんか読んだのかな学生の代表だったのか。うん。あ、やっぱそうだ。だからあんな人が。うん。 ちゃんと頑張ってる。<laughs> いや、こんなん絶対やりたくない、俺。うん。あー、頭がいいんだね。うん。うん。ね、逆にこっちの主人公はどうなんだろう。あー、ってことはこの子も頭はいいんだろうな。今の言い方。 オリエンテーション。あ、そこはやらない。うん。ああ、これは、そうやって聞いてくるところを見ると友達ではないよね。うん、うん。うん。うん。急にね。ああ妹狙い、妹というか、<laughs> そこね。 <laughs> ああそれが気になってなのか。うーん、困るね。だって元カノなわけだし。うん。ねえ、なんでもう知ってるんだろううーん。もうみんな注目してるんだ。いやいやむしろ君があれなんじゃん。曇っちゃってるんじゃない。 義理の弟。うん。<laughs> ひどい。先にそんなこと言われちゃったらな。もう学校で弟ポジションなっちゃうね。うわーこういうの聞きたくないわ。もう入学早々。うーん。あ、もう家いい うん。こっちもけどやっぱ本多いね。うん。かわいいタヌキえなになにどうしたうん、はあ。ああ、いろいろ事情はもう分かってんのか。うん。すごいね。理解力。 そんな心配してくれるんだね、うん。うん。いやもうこの感じ、ちょっと兄弟っぽくないけどアウトにはならないのかさあ、後半ですね。これどこなんだろう舞台。今のお寺といい。ああ、後ろにいるじゃん。一緒に投稿してるの。これ。チュンチュン言ってるし。 うん。うん。なんかご機嫌だね。うん。うん。なんか仕掛けてきそうで怖い。うんいやいや。いやもう仲良くしたくないわ、あんなん聞いたら。え何したいのえどういうこと うん。<laughs> ねしかもギリって分かってて。いや、ええー、もうめちゃくちゃだ。なんなのもう立ててくれてるのかなうん。うん。うん。二人とも。 うん。お兄ちゃんって言っていいのかなこっちが作るのうん。ああできないんだ。え、これ何なんだろうすごい好きなんだね、あのキャラクターが。うん。いや、すごい綺麗な冷蔵庫や。うん。 いや、どういう、あれなんだろうな。気にしすぎだよ。自分が当てたことをあれなの今思い出してて。いやいやいや、視点も。てか、めっちゃ美味しそうなんだけど、ご飯。うん。うん。ええ、それ自分で言ういやいや、言った方が気になるだろ、これ。 気にしてなかったかもしれないのに。いや、ほら。<laughs> 自爆だよ。お,おああ、そういうシーンもあるのね。すごい揺れてるね。うーん。結構でかいね。いやー、そんな立派だったら忘れないんじゃないうん。 かわいい。<laughs> うん。なんか思いついたな。なんか仕掛けてくる。結構セクシーな格好してくるのかなああ <laughs> バスタオールでいや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 。何がしたいのいやそこまでして <laughs> ねえ。うーん。 しかも両親はいないわけだし、うん。うん。ねえ。一回付き合ってたってことはそれなりにあれがあるわけで。好感度というか。うん、<laughs> いや、ずるいわ、それは。意識せざるを得ないよ、それは。自分はよく平気だな、こんなことしてて。 うん、少し冷静になってみたら <laughs>。もうこれが楽しくてそれどころじゃないんだろうね。うん、いや、これだって下どうなってんの今。いや、タオルほどけても知らんぞ。あ言ってたそばから <laughs> やばいやばい。<laughs> ほら、落ち着いて考えてみ今の状況。うん。<laughs> <laughs> うんうん。いや、そうだよ。ねえ、何が起きてももうしょうがないぞ。調子乗りすぎよ。うんああで、またこっちが仕掛けんのかな。この流れに乗って。うん。 なんだなんだ。ああ、上着かけてくれたの。うん。紳士だね。ねえ、本当に。うーん、よく分かってるんだね。これまでもそういうことがあったのかな。 うん。うん。なるほど。そっちの方が大事だったわけだ。いや、いい子じゃん。まあ、いい子なんだけど、今家族だしね。こう、もう一回好きになっちゃうような気持ちになったら、どうしたらいいんだろうね。親同士が結婚してるわけだ。ええー、もう、あ、びっくりしたよかったよかったえ <laughs> 今俺あれ落ちた瞬間もうあれなのかと思ったけど。わあ <laughs> いやいや <laughs>。ええ急展開。どうなるんだろう。うん。いや、このあれもいいね、この子。 んあやいあやいってうん。ほう一話目から帰ってきたのかなえへへへ、<laughs> 気ます<ず>。<laughs> どうすんのよ。 えー、いや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 、それは、ねえ、うん。どうすんのいや、神 <laughs> ねちょっとホーラーなんだけど。<laughs> 遺体隠してるみたいな、うん。ねえ、帰ってこなかったら、キスしてただろうね。うん、ようやく楽に。 うん、いやこの二人の前の関係がやっぱ気になるなどういうことがあったのか。<laughs> いやいや、絶対好きでしょ。ああ、終わっちゃった。ああ、なるほどね。こういう話なんだ。いや、なんかずっとあの兄弟ゲームみたいなのを続いていくのかなと思ったら、そういうわけでもないのかね。 そこが僕がちょっといまいち分かってないんだけどさ。いや、けど学校でさ、もうすでにさ、お,おあ、女の子結構出てくるね <laughs>。もう、両親のあれは別にそんな見たくないかな <laughs>。いや、けどこの設定は本当に大変だよ、お互い。 いや、リアルに考えても、絶対難しいって一緒に住むって。どこまで行ってたかによると思うんだけど、昔付き合ってた時に。体の関係とかがね、もし、まあその当時にあったんだとしたら、まあさっきみたいな状況になったら、もうそれこそさっきはキスだったけど、ほんと最後まで勢いで流されちゃう時とかも来ると思うんだよね。で、それがまた両親とかが知っちゃったらやばいしさ。 結構あれだよ。この環境はきついよ。うん。この子たちはどういう存在になるのかななんかお互いのあれかな異性としてさ、好きになってくるキャラクターだったりすんのかね、それぞれの男性、女性キャラが。はい、というわけでね、今回第1話見させていただいたんですけど皆さんのこの作品に対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。以上、動画ぶた如オーしました。バイバイ。